こんにちは。ヒストリー、ストーリーで理解するジャパニーズヒストリーということで、今までやってきました。多分これで最後の、授業になると思います。前回からの、復習をするとですね、前回まではその尊王攘夷派と公武合体派の、政治の争い、戦いを、見てきました。で、結局のところ、薩摩と長州が、倒幕で一致して、で薩長連合を結んで、で、幕府を倒そうと。で、幕府はそれを知らずに第二次長州征討をやるんだけれども、ボコボコにされて負ける。しかも、14代の家元さんが死ぬ。で、さてさて幕府はどうなっていくのかっていうところまでやりました。で、今回は、その続きからやりたいと思います。で、ちょっとレジュメの順番と逆になるんですけど、14代の家元が死んで、で、後を継いだのは15代の徳川慶喜。まあ、今までずっと一橋慶喜として出てきたんですけど、あれですね、南紀派と一橋派の、争いの話とか、そのあたりで出てきたんですけど、ついに、慶喜さん、将軍になります。で、慶喜さんは何を考えたかって言ったら、フランスの援助を当てにして、幕府を立て直そうとしたわけです。で、フランスの援助の話も出てきたので、ちょっと、ここで、幕府以外の、列強の動向についてちょっと触れておきたいと思います。で、列強の動向、ちょっと時代は遡るんですけど、1865年に幕府は改正役所っていうのを列強、フランスやイギリスと結ぶわけですね。で、改正役所、あんまり細かく言うのもあれなんで、どういういきさつで結んだかって言ったら、列強が、兵庫期に、軍艦を派遣して、で、朝廷を脅したんですね。なぜ朝廷を脅したかって言ったら思い出してください。日米修好通商条約とか、安政の五か国条約で井伊直弼は、朝廷の許可を得ないで、調印しましたね。で、それで、朝廷の許可を得ようとして、で、軍艦を、京都の近くの兵庫にまで持ってきて、で、脅して改正役所というのを結ばせたわけです。で、まあ、一種のペナルティーですね。ここまでうじうじしやがってみたいな、一種のペナルティーを含んで、改正役所っていうのを結びました。で、この結果、安政の五か国条約では関税自主権がないとか不平等条約だったわけなんですけど、さらにその不平等が拡大する結果となってしまいました。まあ、なぜかって言ったら重課税重量税とかっていう言葉がレジュメに上がってるんですけど、まあ、そこまであんま聞かないので、気になったらちょっと教科書かなんかで調べてみてはどうでしょうか。で、それまで、輸出超過だったんですね。この前の授業でもやりましたが、生糸とかの輸出が好調で輸出超過だったんですが、それが輸入超過に転じてしまうということです。で、あと、イギリス公使とフランス公使についてちょっと触れておきたいと思います。イギリスの、日本にいた、中日公使はパークスさんで、フランスのそれはロッシュさんっていう人でした。ちょっと覚えておいてください。で、イギリスの、スタンスとしては、幕府は無力だと。で、幕府を、潰して天皇中心の、その天皇中心で薩摩とか長州とかの力の持った、藩を中心にして、新しい政権ができるといいなっていうことで、薩摩とかと接近して、で、武器とかそういうやり取りをしてました。で、一方の、フランスはイギリスに対抗して、幕府を支持しました。だからここに、フランスが出てくるわけですね。っていう、このイギリスとフランスの、立場の違いっていうのを、少し押さえておいていただきたいと思います。では、ちょっと話を戻して、倒幕派と、公武合体派、後期政体論派の話に移りたいと思います。で、薩長同盟で、薩摩と長州は倒幕っていうことを、一致して、武力による倒幕を目指すようにします。で、一方、土佐、薩長同盟を、仲介した土佐とかは、まあ、今のまんまじゃダメだけど、でも幕府は政権を天皇に戻して、天皇のもと幕府とか、土佐とか薩摩とかってみんなで政治をしていこうっていう、なんかちょっとマイルドな感じの、スタンスだったんですね。で、一方、幕府や薩摩長州は幕府を潰せみたいな、ちょっと過激なスタンス。この微妙な、ニュアンスの違いをちょっと
覚えておいてほしいと思います。で、マイルドな、さっき土佐のところで言ったマイルドな感じのやつは、抗議生態論で、ちょっと言ったりするんで、まあ、ちょっと覚えておいていただいてもいいです。で、今から倒幕派と抗議生態論派のを対比させて見ていきたいと思います。で、慶喜が、将軍になった頃、孝明天皇が、亡くなります。まあ、この前からちょくちょく出てきたんですけど、この人は、まあ、外国人嫌いでちょっと攘夷派なんだけれども、でも過激な倒幕じゃなくて、まあ、朝廷と幕府が仲良くしていけばいいんじゃないのみたいな、そういうスタンスの人だったんで、結構抗議生態論派からしてみたら、ちょっとショッキングな出来事だったと。でその間、そのさっきマイルドな抗議生態論派の、土佐の、藩主の山内陽道っていう人が、坂本龍馬の、サポートを得ながら、幕府に、政権を朝廷にお返ししてはどうかみたいな感じで、着々と準備を進めて、で1867年の10月14日に、大政奉還っていうのを行います。あれですね、よく絵で見るあれです、畳の上に慶喜が座っていて、こうみんなははーってやってるような、あの絵の、大政奉還っていうのを行います。でもこれは別に幕府の崩壊というよりも、むしろ幕府が、政治の権力を朝廷に譲って、朝廷というか天皇に譲って、天皇のもとをみんなで政治をしていきましょうみたいなマイルドな感じで、そこで、同時に、起こったのが、倒幕派の、倒幕の倒幕の密勅いう、やつです。幕府を倒せっていう、密勅が降りたんですね。密勅って密かな勅って書きますけど、勅っていうのは天皇の命令のことです。天皇幕府を倒せっていう秘密の命令が天皇から、薩摩や長州、そして、岩倉具視に降りました。岩倉具視っていうのは、公家の人で、薩摩や長州に近い側の人です。まあでもこれ捏造じゃないかみたいな、そういう話があるんですけど、まあとにかく、下ったってことで覚えておいてください。でもこれはシークレットな話なので幕府は知らないと。で着々とその密勅が得たってことは天皇の、お墨付きを得たってことですから、話を持っていきやすくなるんですね。で結局のところ、その2ヶ月後1867年に、いきなり天皇は王政復古の大号令っていう、やつを出すわけです。今から俺が、新しい国の政治をやっていくぜみたいなやつです。でそれが、まあ、一般に江戸幕府滅亡だっていうふうに位置づけられます。あ、でもこれ一種のクーデターですよね。これ秘密でやってたわけで、この政治を、天皇にお貸ししますよとかつってるうちに、なんかその天皇自身が、王政復興をやりますみたいなことを言い始めたわけで、まあ、こっち側、幕府を含めたこっち側は、びっくりするわけです。で、何をしたかって言ったら、将軍と摂政と関白を廃止するって言ったんですね。将軍は、徳川将軍、まあ、摂政とか関白は天皇を助ける、まあ、何回も出て聞き覚えがある人がいると思いますが、そういう役職ですを全部廃止して天皇中心の新政府を作るっていうふうにしたんですね。でその時に、置いた役職、三職を、まあ、ちょっと覚えておいてください。あんまり重要じゃないんですけど、センターとかたまに出るので覚えておいてください。この時に置かれた三職、総裁、議場、参与、中身とかそんな覚えなくていいです。この役職が置かれたよっていうことだけ覚えておいてください。で王政復興の大号令がなされました。天皇が今から日本の主導権を取りますっていうふうに天皇自ら宣言したわけです。で幕府はさっき驚いたと言いましたけど、おいおいそんなこと聞いてねえぞっていうふうに、あっち抗議生態論側の、幕府とか、あと土佐の人とか土佐の山内陽道とかが、来て、でその倒幕側薩摩長州と抗議生態論側で、激論を交わすわけですね。会議をするわけです。
会議をして、結局のところ抗議正体論派は負けたわけです。で、徳川慶喜の時間農地が、決定されたわけです。時間っていうのは、徳川慶喜はその時あの官位を持ってました。内大臣だったかな、内大臣の官位を持ってたんですけど、それを剥奪すると。あと農地は徳川慶喜の土地、つまり幕領ですね、幕府の直轄領を、朝廷に返すっていうことを、まあ、半ば強制的に押し切られたわけです。あの倒幕側はあれ天皇の命令を持っているので押し切られるような感じになってしまったと。でそれに抗議して、慶喜とかその幕府の側、抗議正体論側は、京都から大阪に移して、で、結局のところその倒幕側と抗議正体論側、旧、まあ、もう旧幕府軍っていう話になりますけど、その、2人の間で争いが起こるぞっていうのが、戊辰戦争につながっていくわけです。で、あの倒幕市民の戦いとかがあって、で戊辰戦争が、続いていくと。で結局旧幕府側が負けて、で新政府が立ち上がるという、話でした。でこれで、一応このカリキュラムの政治の流れは全て、喋ったんですけど、おまけで幕末の民衆と文化について、ちょろって喋っておきたいと思います。で、今までずっと見てきたように政治でもあれですし経済でもあれで社会不安が、すごい大変だった時期でした、この時期は。でその中で、いろんな民衆の側で動きが起こるわけです。まあこれは単にちょっと単語だけ知っといていいんですけど、一つは世直し一揆、あのもうこんな世の中もう嫌だって言って、あの暴動を起こす感じの世直し一揆ですね。で、あと A じゃないかっていう、よくわかんない、あれも起きます。A じゃないかっていうのは何かって言ったら、なんか伊勢神宮のお札が空から降ってくるとかって言って、みんなハイテンションになって騒ぎまくったっていう、現象です。まあ。あれですね、倒幕側のなんかあの作戦だったみたいな話もあるんですけど、よくわかんないです。で、あと、教派神道というのが流行ります。まあ、神道というのはまあ昔からあるあのあれですね、宗教というかあれなんですけど、なんか一種のなんか新しい信仰宗教みたいなのが、流行って、人々の不安な心を和らげるわけです。で、その教派神道というのは何があったかって言ったら、まあ、天理教と黒住教と、あと根高教があったらしいです。あの一応、まあ、単語だけはちらっと覚えておいていただければいいです。であと三陰参りっていうのがありました。三陰参りっていうのが流行しました。陰っていうのは、草冠に、陰陰ですねっていうふうに書けます。何かって言ったら、伊勢神宮に、みんなでお参りしに行こうぜみたいな、そういう、一種の流行が起きたそうです。で、あと、西洋文化の需要についてちょっと喋っておきたいと思います。そうですね、開国して居留地に外国人とかがたくさんやってきました。で、まあ、その留学生が、欧米に派遣されたりっていう動きも起きました。あとその居留地に、キリスト教を広めようということで、宣教師の人とかが来て、でそこで、学問を教えたりとか、あの西洋の学問を教えたりとか、あとキリスト教の布教とかをしました。でその中で、一つ喋っておきたいのが、ヘボンっていう人ですね。ヘボンっていう人は、横浜だったかで、英語の塾を開いて、で英語教育をやったっていう他に、今の日本語をローマ字で表すローマ字っていうのがありますよね。ローマ字じゃない、アルファベットで表すローマ字ってありますよね。それの、表記方法を考え出したのがこのヘボンさんです。あのヘボン式ローマ字とかってたまに言いますよね。それを考え出したのが、宣教師のヘボンさんです。で、あと、西洋の学問、洋学を研究する機関として、板書調べ書っていうのが、まあ、相当前にやったと思うんですけど、安政の改革あたりでやったと思うんですけど、幕府が開いた板書調べ書っていうのを、あの外国の本を翻訳して調べる、ところですっていうのがあって、それが、まあ、要書調べ書とかっていうふうに発展していて、結局のところ改正書っていうのができたらしいです。でこれが、今の、東大の、前身の一つだっていうふうに言われています。
はい、ということで、そうですね、ストーリーで理解するジャパニーズヒストリー、一通り、ペリーがやってくるとこから、戊辰戦争の直前までダーッてやってったんですけど、まあ、人の名前とか、時効の名前とか多すぎて、分かりにくくなりやすいところなんですが、できるだけ、分かりやすく説明しました。もし、何か、分かんないところがあったら、続々、まあ、この左の方にあのチャットじゃないけど、メッセージ残すところがありますので、そこで、いつでも、質問していただければいいなと思います。もう少しセンターの人もいると思うので、頑張っていただけたらいいなと思います。はい、初めの授業だったんですけど、初めての授業だったんですけど、最後まで聞いていただいてありがとうございました。